はい、どうもとあるです。えー、いつもご視聴いただきましてありがとうございます。はい、それで今日なんですけど、今日はですね、えー、行政法の記述式に特化してですね、出題予想とか、あとはその傾向と対策、そこに関してお話をしていこうと思います。えー、それでですね、こちらのチャンネルはですね、えー、行政書試験、えー、行政諸試験の関連の講義だったりとか、あとは最新情報だったりとか、勉強方法とか、それに関して配信をですね、やっておりますので、よかったらチャンネル登録、高評価、 よろしくお願いします。えー、それで僕はあですね、現在29歳なんですけれども、えっと、まあ、19歳の頃から、えー、資格試験の受験生指導をずっとやっておりまして、で、25歳頃からですね、あの、行政書士という試験にですね、あの、同学で一発で受かることができまして、で、そこからですね、え、YouTube などを通して行政書士試験に関連する配信をやっておりまして、えー、まあ、その、喫水のその講師だけで生きている人間でございますので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。えー、それでですね、 あのまあ、給付式が気になる時期ではありますので特に行政法に関してということをやっていこうと思っていますでこれですねこういうふうにその携帯でこの同じ画面見ながらですねお話をしておりましてですね、まあ、そういう意図で今携帯を持っております、えー、ってこととあとはですねこっちに音声を入れているんですね実はそのこっちのカメラというか iPhone がこう2つありましてでこっちのその携帯の方に音声入れているので、まあ、その方が音がちょっとクリアに聞こえるかなということであの少しでも音声良かったらいいなということでやっているというふうな感じです ということで、内容入っていくんですけども、うん、と今回、行政法に特化してお話をしていきます。えっと、前回がですね、全体的に過去15年間、給付式の問題がありまして、その一覧をこういうふうに共有してお話をしたんですけれども、えっと、まず今回、行政法に関してお話をするということでですね、行政法の話と。で、行政法なんですけど、これ、ざっと見ていきますと、こんなことが出てきましたよということではあるんです。で,、えーとですね、この場所をですね、この行政法のところですよね、分野別 にまとめていくとこうなります はい。分野別はこうなりまして、行政事件訴訟法が多いって話をしたんですけど、これよく見ていきますとですね、あの、行政事件訴訟法が2年連続出たっていう年っていうのは、平成24年と平成25年しかないんですよね。だから、この傾向で見ていくとするならば、昨年が無効と確認の訴えという訴訟選択の問題が、まあ、出ましたのでえ、行政事件訴訟法以外から出てくる可能性の方が高いんだろうというふうに予想することができます。えその上で、行政手続法というのは、 直近で出ていていあとは平成19年出ていますので行政手続き法も外していくとそういうふうに考えていくと出てくる可能性としては3つでまずは地方自治法あるいは行政法の総論 で、あるいはですね、えー、行政不服審査法。えー、それがまだ1回も出ていませんので、行政不服審査法から一問ドンと出してくると。まあ、その、えー、審査請求の期間とかですかね。あとはその教授だったりとか、あとはその森林意見書に関する行政法42条あたりとか、なんかそこら辺が出てくる可能性は全然あり得ますということで、えー、その3パターンがあるというふうに考えることができます。で、その上ですね、どうかって見ていきますと、まあ、行政法の予想というか、まあ、直近の話ということで、直近こんなことが出てきて、 ていますよみたいいなこととでですね出ていてとで国家賠償法もまだなんですけど、国家賠償法から出されると、割と立ち打ちしにくいと思うんですよね。まあその判例の文言ですよね。国売はもう出てくる択一も決まってるわけですから、国売品出の選択肢に関しては、急図出ても書けるように一応しておくっていう、まあ、それくらい対策しかしようがないので、うん、国家賠償はちょっとやめてくれると思うんですけどね。まあ一応、まあこん、まあ国媒まだで出てませんからと。で、良心法に関してはある程度予想することはできますので、 で、一応こうお伝えしていますけれども、あの、行進法に関しては、その、審査請求の流れですよね。えー、審理委員という人を選びますと、審査請求の流れとかはもういけますよね。過去に動画配信していると思うので、まあ、簡単に言うと、審査請求します原、原則。原則審査請求して、で、審査請求するんですけども、その後ですね、えー、実際に審理委員という方を名簿から、えっ、ー、と、救助、行進法救助と17条にありますけども、審、えー、理委員を名簿からこうリストアップして選んで、審理員さんが周囲に立て審議をしていく。で 審理をしてていっっそれが終わったら、えー、時代な期待なくですね事件記録とともに審理検意見書というものを作成してそれを出すと。うん、でそれをですね出されたらそれで採決出すわけ,わけではなくて採決出す前に行政不服審査会というふうな国の総務省に置かれています機関がありますので、えー、そこの機関がですね委員さん合計原則9名で構成されているところがありましてそこにこう諮問することによって客観性公平性を担保していこうということがありましてでそれで、えー、OK 出ますとそれで採決が出されるということ この流れの中で出てくる条文としてはですねある程度書けた方が良いかなと思ってまして当時、えー、行進法42条とかが怪しいかなと思いますねもし出てくるならあとはその教示の内容ですよね82条あたりの行教示の内容3点セットということで腹部毛皿ができますよということとあとは相手方行政庁と機関を3点セットで正面で示しましょうっていうまあそこら辺は一応覚えておいた方がいいかなと思いますけども、まあ、行進法出るとしてもそこぐらい、えー、以外から出ちゃうと若干厳しいかなというところがありますねで、えー、ということで いうことですとで最近ちょっと思うこととしてはおそらくはこの行政書試験の問題を作る方っていうのはある程度市販のテキストだったりとかあ,のあとはそのこういう YouTube とかも多分見てると思うんですよ。 だから、この YouTube でこれが出るぞって言ったところをあえて外して出題を僕してくると思うんですね。なので、ある程度の情報はこうやって出していくんです。やはり、あの YouTube に見てほしいんでこう出していくんですけども、あの、本当にガチガチでここだよって思ってるところは、あえてもう YouTube 上に出さないで、あの、YouTube のメンバーシップとか、そちらの方で公開していこうというふうに一応考えています。実際こういう YouTube とかを見てですね、そこを外して出題してくるっていう可能性、これ僕結構あると思うんですよね。だからこう そういうところではない、本当にガチのこれだよっていうところに関しては、YouTube メンバーシップの方で,です、ね、出していこうというふうに思います。特に民法とかもです、ね、この中に実は書いてないところがです、ね、僕本命と考えていまして、それ一応メンバーシップにです、ね、9月の6日からです、ね、2日に1回ペースで、できれば9月末か10月末くらいまでを目安としてですけども、救、え、助、ー、式に完全に特化したあ講義をです、ね、2日に1回ペースで配信していきます。2日に1回を目安として配信していきますので、そちら見てもらうと、 僕の言いってことで、行政法はそんなところで。ってことで、行政事件訴訟法が出てくるとするなら、出訴期間執行停止、あと民衆訴訟、期間訴訟の定義、えー、差し止め、えー、処分制、 ぐらいですかね。えー、行政事件訴訟法からとするならば、そこら辺の箇所はですね、えー、まあ、比喩で書かされてもおかしくないので、該当年度もですね、そこに書いてますから、例えば r には令和2年度、で、18は問18番ということで、えー、なので、そこの箇所は行政事件訴訟法を勉強する際には絶対学習すべきで、特に25条執行停止とか、27条の内いそれの意義とか、そこら辺はですね、かなり怪しかったりもしますので、えー、行政事件訴訟法の場合はそこら辺を置いておくべきと。でそうではないケースも、僕この、無効形って書いて いいわゆる重大かつ明白な歌詞っていうところですよね、えー、そこら辺をちょっとつついてきて、それを急で書かせてくる可能性あるかなと考えていまして、えー、それも一応問題として、あのオリジナル問題を作成してメンバーシップに更新ですね、もう一応あの動画とかも完成してますので、えー、9月6日頃から2日に1回ペースで更新していきますので、そこら辺が大事と。で、総論のケースは、 執行罰とか、大執行あたりですかね。うん、が怪しいかなっていう感じはしてまして、でも、宝塚市のパチンコ条例事件の判例がもう書かされたんで、あの、法律度の総称に該当するうんぬんって話ですよね。ここは書かされたんですよね。ってなると、それ以外で行政法総論ってなってくると、まあ、条件期限のところを出してくるのか、あるいは執行罰とかのところを書かせてくるのか、あの、定義ですね。なんで、行政の強制手段に関しては、おののの定義はしっかり覚えておいた方がいいですよね。例えば、即時強制、何みたいな。 えー、ところとかを覚えておいたりとか、どれが条例でできるかできないかっていうところですね。そこはしっかり覚えておいた方がいいと思います。で、僕、その、無料でオープンチャットやっておりまして、そろそろ700名ぐらいに差し掛かる勢いで参加者がいますけれども、よかったらですね、概要欄から無料なんであの参加してもらえたら、えー、かなり有益な情報とか、有益な資料とか共有してますので、これはもう参加しておいた方が絶対にいいと思いますね。で、そこはもう完全無料ですからね。それは絶対に参加しておいた方が僕はいいと思いますけれども、やっぱりなんかその、うん、それでも嫌だーっていう方は別にいいんですけども、やっぱ入っておいてくださいと。で でですね、うん、まあ、そんなところですかね。一応、まあ行政法に関してもそんなところで、まあ、何が言いたいかというと、あの行政事件訴訟法に関しては100、100%しっかりと全分野、まだ出ていないところに関しては対策を山張っ,とくっておく。ということは大事なんですけども、でも行政事件訴訟法が出てくるっていうふうに、決めつけすぎても怖いんで、なぜかというと、2年連続取材っていうのは過去に1回しかないんですよ。だから、去年出てるってことは、今年は行政事件訴訟法からではない可能性の方が高いので、従って行政法総論、行政不服審査法、地方自治、 ここら辺にしっかりと目を張っておくうし視野として広げておかないとそこからドン出てきて書けないとなっちゃうとそれはあれなのでだからこそこういう今お伝えしたところに関してもある程度幅を広げて見ておいた方が僕はいいと考えていますそれでも具体的に何していいかわからない教えてくれっていう場合にはメンバーシップの特待生コース、えー、ところに参加いただきますとですねああやっやっておりますしあとその個別指導も一応やってますのであの興味がある方はですね DM というかメールうですねもらえたらあの対応していこうと思いますので、えー、そんな感じです よろししくお願いしますはい。ということで、今回ですね、行政法の給付式に関して説明していきましたけれども、救助式に関してはいろんな作法とかあったりするんですよね。あのどういうふうに回答しましょうかとか、いろいろあったりしますのであの、そういうところですよね。そこに関してもこれから YouTube 上で配信をしていきます。えー、僕の今後のメインのこの YouTube 上の配信に関しては、基本的には救助式、えー、給助式に関するところをメインで配信していこうと考えてますので、ぜ、え、ひ、ー、ですね、救助式が怖いなとかあ、その給付で60点取っちゃうと結構有利なんですよ、やっぱり。なのでそこの60 60点を取るぞっていう気持ちはすごい大事であってもちろんですね60点ばっかり見てもあれなんですけれどもやはり択一で固めのことは大事ですけどでもこの給付式で何点取れるかって結構でかいんでだからこそ給付に関する情報のオハウをどん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 出していきますのでぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたしますはいってことでございましたのでこれからもですねまあ変なこの気候といいますか雨が降ったり降らなかったりとかありますけれどもけれどですねそういうふうなところで体調管理だけしっかりしてですね日々できることを うん、頑張ってやっていきましょう。ってことでございました。以上、とれでした。